金融理論におけるデリバティブとは、より基本的な資産や商品などから派生した資産あるいは契約である、金融派生商品とも言われる。デリバティブとは、基礎となる金融商品の変数値によって、相対的にその価値が定められるような金融商品を言う。本来のデリバティブ取引は、債券や証券、実物商品や諸権利などの取り扱いを行う、投業者が、 実物の将来にわたる価格変動を回避するために行う契約の一種である。原資産の一定割合を証拠金として供託することで一定幅の価格変動リスクを他の投業者や投業者以外の市場参加者に譲渡する保険契約の一種である。市場で取引される債券、商品には標準品、指数がある。ここ半世紀、US ドルなどが ユーロカレンシーとして流出し、相場を上げる一方である。したがって為替ヘッジコストは一向に下がる気配がない。これまで多くの大事件に絡んできたデリバティブだが、需要は健在である。なお、デリバティブの利用目的には、リスクヘッジのほかスペキュレーション、アービトラージがある。先に決済取引や空売りで利用するのである。デリバティブ市場には2種類ある。 金融商品取引所などの公開市場を介さない、相対での取引と公開市場を介する取引である。取引規模としては、市場デリバティブより、店頭デリバティブの方が圧倒的に大きい。店頭デリバティブ市場は1980年代、初頭にユーロカレンシーユーロ再市場で発生した。発行体のバランスシートには乗らない、オフバランス取引が、 デリバティブについては堂々と行われていた。1984年財務会計基準審議会が緊急問題専門委員会を設置してオフバランス金融に関する問題を集中討議した。委員会は金融商品ごとの事後対応に限界を感じて審議会に包括的な会計基準を作ることを要請した。1986年5月審議会は 委員会の要請を討議の項目に加えた。差し当たりディスクロージャーさせて、実態を認識し、各デリバティブを、負債、資本項目のいずれとするべきかを考えることにしたが、優長な姿勢は、機関投資家をグローバルに増長させた。ようやく1990年3月と1991年12月に、それぞれ基準書を公表して、審議会は、ディスクロージャーの充実を図った。 これらの基準は、リスクの顕在化しないデリバティブを、ディスクロージャーの対象外とする甘いものであった。この点、1994年10月の対応で、打ち切りとなった。ビッグバン目前の1985年12月、英国直居会計士協会が、オフバランス金融と粉飾決算という、真面目な会計基準を公表した。実質的な経済効果を重要とするウェールズの、 会計基準であったが、しかし、法律専門家が反発して論争が起こった。期間投資家の時間稼ぎであった。会計委員会の示す妥協案は、指示されながらも、会社法改正作業で施行されなかった。会計委員会が蒸し返すと、後継の会計基準審議会は、早急に基準化はできないと言い,い、またも時間が過ぎた。 1993から4年に分厚いレポートが出たもののやはり遅く内容も結果から推察される甘いものだった。レバレッジ効果を有するデリバティブは会計基準の緩さを良いことにたびたび登記の対象となり多額の損失を生じた。シティコープが栄える一方でカリフォルニア州オレンジ郡などの運用セクションがデリバティブによる資産運用を失敗したことにより その地方行政の存続に大きな影響を与えた。イギリスでは特別目的事業体を軽く打つ紹介出身のディーラーがデリバティブ投機でベアリングス銀行を倒産させた。これらを反省して多くの会社はこのようなデリバティブへの投資に対してリスクをモニタリングする仕組みを導入した。銀行業のデリバティブ投資へは BIS 規制や 金融マ様にある党が自主的な危険管理を促した。しかし特別目的事業体というのは言論問題の一環でもあったが、パナマ文書で機関投資家の金鶴となっている実態が一層明らかとなったものであり、モーゲージの証券化も担っていたので、これに関わる規制は大い立て心を加えられた。世界金融危機は起こるべくして起こった。 流動性の乏しいデリバティブ商品はマーケットメーカーから見放された。AIG は連邦準備制度が尻を吹いた。契約相手に関わる信用リスクが適切に記述できないといった問題点は1980年代から何も解決されていない。以下のような原資産が市場デリバティブ取引として取引所で扱われている。店頭デリバティブ取引の場合、 金融機関次第で、これ以外にも、さらに柔軟にいろいろなものが扱われている。2017年の世界における市場デリバティブ取引の原資産別のシェアは、以下の通り。かつては、金融商品とコモディティで取引所が分かれていることが多かったが、近年は、総合取引所としてまとめて扱い、取引所の集約が進んだ。世界では、 CME グループとアイスグループという2大デリバティブ取引所グループがある。日本は大阪取引所が大きなデリバティブ取引所である。デリバティブ取引には主なものとして以下のものがある。先物取引とは将来の定められた期日に特定の標準化商品あるいは経済指標を定められた数量、定められた価格で売り。 買いを保証する取引の一種で、先物取引は通常は、先決済による証拠金取引であるため、取引の対象とする原資産の価格の一定パーセントを担保として支払うことで、一定範囲の価格変動リスクを保険しながら結ぶ契約であることに特徴がある。取引の大部分は、ほとんどが生産日までに同現月物に対して反対売買を行い、 買い値より値上がりしている場合は差額を受け取り、値下がりしている場合は差額を支払うことで決済される、先金決済が主流である。このため、その商品を最終的に入手したい実需家が調達市場としてこの取引市場を利用することは前提としていない。この点が先渡し取引と異なる。一方で、価格形成の 読みや期待が実時海外の広範な市場参加者から持ち寄られる特性があり、現在価格が安すぎると思う場合には買い立て、高すぎると思う場合に先物商品が売り立てられることで、期待や予測の反省として実物商品の価格が強く影響を受ける関係にあると考えた方が良い。実物を取り扱う市場参加者や投業者にとっては対象となる実物価格と、 先物市場での売買価格との差を利用した最低取引が可能であり、実物価格は先物価格と連動することが多い。金融指標と先物契約は外国為替及び外国貿易法第6条1項14号で定義されている言葉でデリバティブ取引全般を指す言葉である。名前に反して金融指標である必要性もなければ、 先物取引である必要性もない。先渡し取引は先物取引と同じく将来時点での取引を現在行うものだが、先物市場のようなクリアリングハウスを備えた取引所を仲介した市場取引ではなく相対取引であり、多くの場合反対売買も行われない。店頭で契約した商品を1週間後に受け渡しするなどといった定型的契約の場合は、 慣習的に現物取引と認識して良いとされるが、一過性で否定形的な取引。例えば4月1日に契約した10トンの米国産小麦を輸入して6月1日に指定倉庫で受け渡すような種類の輸入契約では、契約時点と受け渡し時点での時価の認識にズレが生じるため、会計上は先渡し取引として認識する。 一般の先渡し納品契約や輸出企業の為替予約など相対契約の場合は先渡し契約である。先渡し契約を締結した受け手がその債権債務を相対で転売することは先渡し取引であるが市場で売買をする場合は先物取引である。先渡し取引は最終的に借金決済ではなく全額で現物決済することが多い。 金融商品取引法第2条21項1号では先物取引を第2条22項1号では先渡し取引をデリバティブ取引の一種として定義している。ただし金融商品取引法では現物決済をしても良いが先決済することができる先物取引先渡し取引がデリバティブ取引としていて絶対に先決済できない。 タイプの先渡し取引はデリバティブ取引ではないとしている。オプション取引とは、ある原資産についてあらかじめ決められた将来の一定の日、または期間において一定のレート、または価格で取引する権利を売買する取引である。原資産を買う権利についてのオプションを、コールオプション、売る権利についてのオプションを、プットオプションと呼ぶ。 オプションの買い手が売り手に支払うオプションの取得対価はプレミアムと呼ばれる。スワップ取引とはあらかじめ決められた条件に基づいて将来の一定期間にわたりキャッシュフローを交換する取引である。デリバティブ取引は市場デリバティブ取引と店頭デリバティブ取引に分けられる。店頭取引は市場を使わず金融機関などと行う相対取引のことを指す。証券会社が 店頭取引で受け取った注文は、証券会社内部で処理することもあれば、再度市場に流して処理することもある。なお、金融商品取引法第2条20項では、デリバティブ取引を市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引の3種類に分けていて、市場デリバティブ取引は、日本市場のことだけを指すという、わかりにくい定義をしている。 日本の法律ではこれに従い、市場デリバティブ取引は日本市場のことを指す。ややこしいことに、店頭デリバティブ取引の方は外国の金融機関を含むという定義になっている。金融商品取引法第2条では以下のように分類している。店頭 FX は第2条22項1号、店頭 CFD は第2条22項2号に含まれるとされる。 日本の取引所の問題点世界では2004年から2017年にかけてコモディティの市場デリバティブの取引高が8倍に増えたのにもかかわらず日本国内の取引高は5分の1に減り2003年度をピークに減少し続けている2017年の農産物の取引高は1997年のピーク時の64分の1になっている その問題を解決するための一つとして、2020年7月27日に大阪取引所が金融商品とコモディティの両方を扱う総合取引所となったが、例えば一般大豆先物はどんどん減り続け2020年にたった2枚しか取引されず、まともに取引が成立しない状況が続いている。デリバティブのプライシング理論は金融工学の主要なトピックである。有名な ブラック・ショールズ方程式はヨーロピアンオプションの評価式である。デリバティブのプライシング理論は文科系出身者が多い銀行業界では難しい理論であり一部のクオンツだけのものとされることが多く、金融業界ではデリバティブが35歳を過ぎたら習得できないなどと言われることが多い。しかし近年ではファイナンス系の大学、大学院が増えていること、 デリバティブに関する書籍、解説書が増えており、デリバティブの数理に対するハードルは徐々に下がっている。なお、一部の再建についてもデリバティブ取引のプライシング方法が応用される。三井住友銀行が金利スワップ取引の販売において優越的地位の乱用を行ったとして2006年4月に金融庁から行政処分を受けた。 2004年から2010年9月にかけて、水ほ、三菱東京 UFJ といったメガバンクがリスクヘッジ機能を持つオプションの買いとリスクテイクとなるオプションの売りを組み合わた外国為替オプションをリスクヘッジ商品と称して大々的に販売を行った。実際にはリスクヘッジ効果の何倍ものリスクを負うことになるリスクヘッジとは 正反対のリスクテイク商品であり、多数の企業が多額の為替差損を被ることとなったため、訴訟、ADR の申し立てが多発し、社会問題となっている。仕組み債及び、それを組み込んだノックイン投資に関する被害状況は、仕組み債を参照。現在の会計基準によれば、デリバティブ取引については、契約の締結時において、その発生を認識しなければならない。 契約の決済すなわち取引の終了時点に契約から生じるリスクとリターンが契約当事者に帰属するためである。また、毎期末においてデリバティブ取引において生じる商品の再建、または債務は時価をもって対借対象表に計上され、評価差額は当期の損益として損益計算書に計上される。つまり、 デリバティブ取引により生じた利益や損失は、直ちに損益計算書及び対借対象表などの財務諸表に反映される。ただし、ヘッジ会計におけるクリノ延ヘッジによる場合には、デリバティブ取引による評価差額は、対借対象表の純資産の部における評価換算差額などに、クリノ延ヘッジ損益等の科目をもって計上されるが、損益計算書においては計上されない。 例を挙げるならば、持ち合い株式などの、その他有価証券に、デリバティブ取引による、ヘッジ会計を適用していた場合、その他の有価証券が売却されるまで、損益計算書に損益が認識されることはなく、対借対象表に評価差額が計上されることとなる。あるもの A が、デリバティブ取引の注文を別のもの B に委託した、場合において、B が別のもの C に対して、 当該注文に関する発生する生産、決済の手続きを行わせることをギブアップと言い,い、ギブアップを行うための制度をギブアップ制度という。また、前述の例における C から見て B から生産、決済の手続きを引き受けることをテイクアップという。日本の金融庁が2007年に報道を発表した資料によれば、本制度により投資者の決済関連業務にかかる 事務コスト及び証拠金所要額の軽減ができる場合があるとされ、日本国外の主要なデリバティブ市場では一般的な制度であるとされる。日本の証券取引所における先物、オプション取引にかかる本制度にかかる要望があったことから、金融庁は2007年にパブリックコメントを実施の上で、証券会社に関する内閣レ礼等を改正した。 2020年10月現在においてギブアップ制度を導入している日本の取引所は以下の通り、デリバティブ取引を取り扱うすべての金融商品取引所並びに商品取引所が導入していることになる。ありがとうございます。